緊張しますか？生放送なんですこれ。はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、おはようございます。はい、私はですね、今企業院に来て、こちら森園化成さんに来ております。こちらが、はい、イケメンの早稲田さんです。どうもおはようございます。はい、ではですね、森園さんのちょっとこちらの、はい、あのペンキを、塗料を、はい、販売している会社なんですけれども、今日はこちらのオリジナルの神戸ハーバーカラーというね、はい、あの塗料の方をちょっと説明していただきましょうかね。はい、本当にもう出来たてほやほやの先月から販売している神戸ハーバーカラー。はい、先月、はい、はい、一応、まあ、従来の水性塗料なんですけども、すごい匂いが少ない低周回タイプになっておりまして、はい、まあ、それが一つの特徴なのと、あと神戸ハーバーカラータイプが3つ種類ありまして、はい、一応屋外の、まあ、デッキとかベンチに塗れる用の屋外用と、あと部屋の壁、ビニールクロスとかの上からでも直接塗れる部屋タイプと、はい、あとあのテーブルとか棚とかそういったのにも塗れる家具用、この3つのタイプで、それぞれ3つのタイプでカラーも8色ずつそれぞれ選べるという、はい、ね、いろんなカラーがございますけれども、はい、オリジナルなんで他のお店では絶対に手に入らない、はい、今すぐペンキ屋森園で楽天でチェックしてはい、楽天の方でね、はい、販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、実際に家具用のアプリコットピンクで塗られてる、はい、あ、これがビフォー、普通のなんかもう何も塗られてない、そうですよね。これをもう家具用で塗るとこんだけ可愛い、こんな綺麗に塗れちゃうんですか？はい、はい、すごいですね。これはあの何年ぐらい色は持つんですか？色はですね、持ちはでもまあ普通に使っていただければ、そんなもう1年でダメになるとかそんなもんじゃないので、はい、定期的にまあメンテナンスで、まあ、塗っていただければいいと思います。まあでもそうです、まあ、3、4年は10年持つか、はい、3、4年持つね。こちらのこれも全部塗られてるんですよね。実際にこれ塗られてる、全部同じ部屋ですよ。これもですか？はい、すごい、こうやってね、お子さん塗ったりとかしてますね。はい、こちらの方もですか？全部同じ部屋なんですけど、色を変えるだけでこんだけ雰囲気が変わりますよっていう、すごいですね。大人なっぽい部屋になったりとか、はい、こちらの神戸ハーバーカラー、皆さんね、あの森園化成さんを、はい、楽天市場の方で検索してください。じゃあ、松田さん、ありがとうございました。